吉井孝三吉井孝三から1927年10月7日は日本の海軍軍人、政治家、白爵、海軍少佐、貴族院議員、水難救済会会長、薩摩藩士、吉井智美の長男として生まれる。1869年、イギリスへ、私費留学。1872年に海軍生徒となり、アメリカ、ドイツ、イギリスへ留学。 1877年2月に帰国。1881年11月に海軍兵学校を卒業し、1883年11月、海軍少尉任官。比叡文隊長、軍事部、参謀本部海軍部第三局員などを経て、1886年7月から翌年6月まで海軍大臣、最後を継ぐ道に随行して、 ヨーロッパ各国へ出張する。その後、海軍参謀部副官、参謀本部出資、欧州出張、海軍参謀部第三会員、副装分隊長、参謀本部出資、参謀本部第三会員、マヤ、千代田、岩木の各分隊長などを歴任した。日清戦争では、秋津島分隊長として出征し、豊島沖海戦、航海海戦を戦う。 1894年12月に海軍少佐に進級し、武蔵副長となった。1895年に自重部官となり、同年12月に退面。1897年4月、予備役に編入された。同年5月、第日本帝国水難救済会、第二大会長となり、以後死去するまでボランティアによる海難救助を目的とする同会の組織育成に、 尽くした。1905年11月1日に退役。また、1922年5月、帝国農会に習って組織された、関西系統団体帝国水産会の初代会長となり、1927年までその地位にあった。1891年5月、父の死去に伴い伯爵を就職。 1897年4月から1925年7月まで、貴族院議員を務めた。1926年4月20日、隠居した。ありがとうございます。